カトリック・ジェームズ・ライリー、通称パッド・ライリーは、アメリカ合衆国のバスケットボール監督で、球団運営責任者。NBA のロサンゼルス・レイカーズなどで選手として、プレーした後同チームの監督に、就任、1980年代を代表するチームに、育て上げた。その後ニューヨーク・ニックス、マイアミ・ヒートでも監督を務める。異なる3つのチームで最優秀監督賞を受賞した。 唯一の人物、選手に厳しい練習を課すこともよく知られている、ニューヨーク州ローム出身、現在マイアミヒートの球団社長を務める。父は野球選手、兄は後のアメリカンフットボール選手というスポーツ一家に育った。パット・ライリー自身はバスケットボールやフットボールに親しみ、リントン高校に通っていた時代には両方のスポーツで活躍した。 高校のバスケットボールチームはニューヨーク市のパワーメモリアル高校と対戦し、勝ったことがあった。この学校のチームには、後にカリーム・アブドゥル・ジャバーと改名するルーアルシンダーがいた。フットボールの方面でも勧誘を受けたが、ライリーはバスケットボールの選手としてケンタッキー大学に進学した。ライリーはチームのエースとして活躍し、 ケンタッキー大は NCWA トーナメントの決勝に進んだがそこで敗れている。大学を卒業すると1967年の NBA ドラフト全体7位でサンディエゴロケッツに指名された。また1967年の NFL ドラフトでもダラスカウボーイズから12順で指名された。3年間ロケッツでプレーした後ロサンゼルスレイカーズへ移籍。エルジンベーラー。 ジェリー・ウェスト、ウィルト・チェンバレンらのチームメイトとして1972年には優勝を経験した。現役最後のシーズン途中でフェニックス・サンズにトレードされ、そこで9年間の選手生活を終えた。出場試合数は528試合、平均出場時間は15分ほどだった。引退後、ライリーはロサンゼルス・レイカーズ戦の放送で試合を解説する職を得。 伝説的なアナウンサー、チック・ハーンと共に仕事をした。解説者を2年間続けた後の1980年、当時レイカーズの監督だった、ポール・ウェスト・ヘッドに声をかけられ、同チームのアシスタントコーチの役職に就いた。レイカーズは、カリーム・アブドゥル・ジャバーや、マジック・ジョンソンを要し、1980年には、優勝を経験していたチームで、リーグ屈指の強豪になる可能性を持っていた。 翌1980から81シーズンには54勝28敗の成績でプレーオフではマジック・ジョンソンの不調もあって1回戦でヒューストン・ドケッツに敗退した。このシーズンを制したのは80年代を通じてレイカーズのライバルとなるボストン・セルティックスだった。ライリーが脚光を浴びることになったのは次の1981から82シーズンだった。 開幕当初、レイカーズは7勝4敗とそれほど悪くない滑り出しだったが、監督のウエストヘッドが突如解雇された。ウエストヘッドは、速攻よりも緻密に計算されたオフェンスを重視するようになっており、それに不満だったマジック・ジョンソンはマスコミを通じ、ウエストヘッドの指導方針を非難していた。突然の移動で、チームが混乱する中、ライリーは監督に昇進した。 監督に就任したライリーは以前の速攻主体のオフェンスを徐々に取り戻していった。そしてこのスタイルが後々ライリーに不動の評価を与えることになった。このシーズン、ライリーが指揮をとって以降のレイカーズは50勝21敗と上々の成績でシーズンを終えて57勝25敗だった。レイカーズは NBA ファイナルに進みフィラデルフィアセブンティシクサーズを4勝2敗で下し、 80年代で2度目の優勝を手にした。ライリーにとって監督としては初めての優勝だった。優勝監督となったライリーは新たな自信をつけ、次第にライフスタイルも変わっていった。以前はトレーニングウェアやカジュアルな服装でチームの前に現れていたが、翌百八十二から十三シーズン以降はイタリア製の高価なスーツに身を包み、一糸乱れず髪を オールバックにした姿を見せるようになった。後にはジョルジオ・アルマーニとも親交を結び、常にアルマーニのスーツで仕事に臨むようになった。もともと男性な顔立ちをしていたこともあり、ライリーの伊達男ぶりは世間の樹目を集めるようになった。そしてこのシーズンにレイカーズはドラフトでジェームズ・ウォージーを獲得。ウォージーは非常に俊敏な選手で、走力、ジャンプ力もあった。 マジック・ジョンソンの意表をついたパスから、ウォージーがダンクで締めくくる華やかな速攻は、レイカーズの象徴となり、ショータイムと呼ばれて一世を風靡した。レイカーズは上昇チームとみなされるようになり、ライリーはロサンゼルスを代表する著名人の一人となっていた。一方、東海岸では、ボストンセルティックスが競合として評価されるようになっていた。 レイカーズのマジック・ジョンソンとセルティックスのラリーバードがライバルとみなされていたこともあり、マスコミやファンはことあるごとに両チームを比較した。とりわけ、出実豪健なセルティックスに対しレイカーズが軟弱なように言い立てられるのはライリーにとって我慢ならないことだった。80年代にレイカーズとセルティックスが初めて決勝で対戦したのは1984年のことだった。 合計3度の延長を含み、第7戦までもつれた激戦を制したのは、セルティックスだった。敗因はいくつかあったが、ライリーにとって印象深いのは、第4戦のオージーのパスミスだった。試合終盤に、レイカーズがリードしている状況で、セルティックスのジェラルド・ヘンダーソンのスティールが延長に、つながり、2勝2敗のタイとなった。また同じ試合で、セルティックスのケビン・マクヘルが、 レイカーズのカートランビスを乱暴に転倒させ、両チームは険悪な雰囲気になった。ライリーはセルティックスをチンピラの集まりと非難した。わずかの差で優勝を逃したレイカーズは奮起して翌シーズンに臨んだ。1984から85シーズン、レイカーズは62勝20敗で、セルティックスに次リーグ2位。両チームは再び NBA ファイナルに進出した。 ボストンで行われた第一戦でレイカーズは114対148の大差で敗れた。屈辱的な敗戦の後、ライリーはこの試合のビデオを見せて選手を知ったし、選手たちは懸命に練習に取り組んだ。レイカーズは第三戦をものにし、ロサンゼルスに戻った第四戦は解消。結局シリーズを4勝2敗で制し、毎シーズンの雪辱を果たした。 次の1985から86シーズン、レイカーズは、地区首位の成績を収めながらも、プレーオフでは、ヒューストンドケッツに敗退。今回優勝したのは、ボストンセルティックスだった。1986から87シーズンのレイカーズは、球団史上屈指の強さでシーズンを勝ち進んだ。ライリーは、これまで、カリーム・アブドゥルジャバーガになっていた、チームリーダーの役割を、 マジック・ジョンソンに引き継がせ、得点をさらに狙うよう指導した。レイカーズは65勝17敗とリーグ首位で、レギュラーシーズンを終え、NBA ファイナルではまたも、ボストン・セルティックスと対戦した。怪我に悩まされていたセルティックスをレイカーズは4勝2敗で、下し、ライリーにとって、監督として3度目の優勝となった。優勝の祝賀会で、ライリーは記者に、 翌シーズンも優勝することを受け合った。この時ライリーは祝杯のシャンパンを飲んでいたが、酒が入っていたことだけが心残りと話しており、前々から連覇を宣言するつもりでいた。数日後にロサンゼルスで行われた外戦パレードでもライリーはファンに向かって連覇を約束した。NBA では1960年代のボストンセルティックス以来実に19年間も連覇を。 したチームはなく、近代バスケットでは連覇は不可能とまで言われていた。ライリーの意図はレイカーズが歴史に残り時代を隠すチームになることだった。公衆の面前で連覇を誓ったため、ライリーや選手は常にプレッシャーに追われながらシーズンを過ごした。これはライリーの狙いでもあった。1987から88シーズンのレイカーズは、 シーズンは62勝で再びリーグ首位の成績となった。しかしプレーオフでは1回戦以外は大苦戦の連続だった。ユタジャズとダラスマーベリックスに共に最終戦まで持ち込まれて辛くも勝利。NBA ファイナルでは新興勢力のデトロイトピストンズと対戦した。一時はピストンズに先に優勝に大王手をかけられるが、レイ・カーズは接戦となった第7戦を制し、 公約通りついにレイカーズは2連覇を果たした。レイカーズは翌シーズンも NBA ファイナルに進むが、この時はジョンソン、ウォージー、バイロン・スコットラ主力選手が怪我にたたられ、0勝4敗でデトロイト・ピストンズに優勝を譲った。次の1989から90シーズン、レイカーズは63勝19敗でリーグ首位の成績。ライリーは初めて最優秀監督賞を受賞した。 しかしプレーオフでは地区準決勝でフェニックスサンズに1勝4敗で敗退し不本意な形でシーズンを終えることになった。この時期にはライリーとチームの間には一定の乖離が見られるようになっていた。チームのあらゆることを管理し依然厳しい練習を課すライリーを支持しない選手も現れるようになった。特に 不仲説が絶えなかったバイロン・スコットとの関係は、もはや修復不可能になっていた。シーズン終了後、ライリーはレイカーズ監督を辞職した。レイカーズでのライリーの成績は、レギュラーシーズンで533勝194敗で、勝率73.3%という非常に高いものだった。プレーオフでは102勝47敗で、勝率68.4%。 9年連続ディビジョン首位で NBA ファイナル進出は7回、優勝は4回だった。レイカーズは当時まだ普及度が低かったウェイトトレーニングをチームとしていち早く導入し、またランニング専門のコーチを雇うなどして総力を鍛えた。また選手の試合での様々な数字を細かく統計分析して向上すべき点を個別に指導したりしていた。 そうした勝利に対する徹底性がレイカーズの栄光を支えていたと言える。レイカーズを退いたライリーは1年間 NBC 局でコメンテーターを務めた後ニューヨークニックスからの誘いを受けこのチームの監督に就任した。レイカーズ時代のライリーには否定的な評価をする向きもあった。マジック・ジョンソンやカリーム・アブドゥルジャバー、ジェームズ・ウォージーを擁するチームならば どの監督でも競合にすることは可能であり、いかにもロサンゼルス的な派手なオフェンスが人気を博して、いるだけと批判されることがあった。しかし、ライリーはニックスをレイカーズとは、対照的なタイプの競合に育て上げることに成功した。ニックスは、パトリック・ユーイングを中心とし、チャールズ・オークレイや、アンソニー・メイスンら苦境なディフェンダーを持っていた。加えて、私的なプレイメーカーマーク・ジャクソン。 ムードメーカーのジョン・スタークスを中心メンバーとした、ニックスは、ライリーの元ディフェンスで、相手チームを苦しめる存在となっていた。ライリー社年度の1991から92シーズン、ニックスは毎シーズンの39勝から51勝31敗へと、躍進した。次のシーズンの成績は60勝22敗に達し、ライリーは最優秀監督賞を受賞した。 続く1993から94シーズンは57勝25敗の成績を挙げ3年連続でリビジョン1位となった。この時期はマイケル・ジョーダンを擁するシカゴ・ブルズの時代に入っており、ブルズは NBA ファイナルでは全て6試合以内に優勝を決めていた。ニューヨーク・ニックスは同じ東地区にあって必要なディフェンスでブルズを苦しめた。 1992年のプレイオフで、ニックスはブルズを7戦目まで追い込んだ。続く1993年にも、両チームはプレイオフ地区決勝で対戦し、この時は2勝4敗で、ニックスが敗退した。1994年、ニックスはシーズン中のトレードで、ダラス・マーベリックスのデレック・ハーパーを補強して、NBA ファイナルに進出した。相手は、 アキーム・オラジュアン率いるヒューストン・ロケッツで、ニックスが優勝のチャンスを得るのは、約20年ぶりのことだった。しかし第7戦まで及んだ戦いを、ニックスは落とし、ライリーも優勝を逃した。1994から95シーズン、ニックスは55勝27敗で、ディビジョン2位の成績。プレーオフで宿敵のインディアナ・ペイサーズに3勝4敗で、敗退すると、 ライリーはニックスの監督を退いた。ニックスを指揮した4年間でライリーは223勝105敗で勝率67.9%だった。ニューヨークニックスを離れたライリーはマイアミヒートで監督兼社長に就任した。ヒートを指揮することになった初年度にライリーは選手を大幅に入れ替える改革を行った。シーズン前とシーズン中のトレードでアロンゾーモーニングや ティム・ハーダウェイなどを獲得。シーズン中に入れ替わった選手は合計で14名にも及んだ。このうち、ハーダウェイは1997年に30歳を過ぎていながらオール NBA ファーストチーム入りを果たし、1999年にはモーニングがシャキール・ロー・ニールを抑えて同賞を受賞した。ヒートは1988年に設立された新興チームで、 ライリー以前に勝率が5割を上回ったシーズンは一度しかなかった。ライリー1年目の1995から96シーズンに、ヒートは毎シーズンの32勝から10勝上乗せして42勝40敗。翌シーズンは61勝21敗と躍進し、ライリーは3度目の最優秀監督賞を受賞した。ヒートはライリーを迎えて以降プレイオフの常連になった。 1996年には1回戦で、シカゴブルズに敗れたものの、翌1997年には苦しみながらも、オーランドマジックを破り、2回戦は、フルス・ニューヨーク・ニックスとの対戦となった。途中1勝3敗で、シリーズ敗退寸前となりながらも、第5戦の終了間際に起こった乱闘で、ニックスの多くの選手がその後の試合で、出場停止となる幸運に助けられて、 その後3連勝で、ニックスを下し、地区決勝で再び、シカゴブルズと対戦した。マイケル・ジョーダンを擁するブルズには、実力の違いを見せつけられ、ヒートは1勝4敗で敗退する。敗戦後、ライリーは、ジョーダンがいる限りどこもブルズに勝てないと発言した。続く1997から98シーズンの、ヒートは55勝し、東カンファレンス2位だったが、 プレーオフ1回戦で因縁のニューヨーク・ニックスと対戦。第4戦の終了間際にまたしても乱闘となり、アロンゾー・モーニングが最終戦に出場停止となってしまう。それが響いてヒートは最終戦に敗退。ニックスに前年のリベンジを果たされた形になってしまった。ロックアウトで短縮された1998から99シーズンには33勝で、 ディビジョン主位の成績を収めたが、プレーオフではここ3年連続して、因縁の対戦を続け、すっかり宿敵となっていたニューヨークニックスに一回戦で、敗れた。第1シードのチームが、第8シードのチームに敗退するのは、NBA 史上2度目のハプニングだった。1999から2000シーズンには52勝30敗で、再びディビジョン主位。 2000から01シーズンにライリーは監督として通算1000勝目を挙げる快挙を成し遂げて50勝32敗を記録したものの翌シーズンには人臓を患ずらったモーニングの不在が響いて36勝46敗次の2002から03シーズンには25勝57敗の成績に終わったこのシーズンが終わるとライリーは監督をスタンバンガンディに譲り 球団社長の業務に専念することになった。この時点でのライリーの戦績は、354勝270敗で、勝率56.7%だった。チームの指揮から離れていた時期、ライリーはいくつか重要な動きをしている。2003年のドラフトでは、全体5位で、同ンウェイドを指名。2004年にはトレードで、シャキーローニールを獲得した。 2004から05シーズンをヒートは59勝23敗という高成績で終えた。2005から06シーズン、ライリーは監督として再びチームの指揮を取り、52勝30敗の成績で終えた。自分が工事を託したコーチの不信のため自分がシーズン途中で現場復帰した形だったが、プレーオフでヒートは NBA ファイナルに勝ち進み、 ガラス・マーベリックスを4勝2敗で下して優勝を果たした。ライリーにとって80年代のレイカーズ時代以来の優勝となった。2006から07シーズンにはシャキール・オニールの故障による出場試合の減少、ドーエイン・ウェイドも故障を抱えるなど前年とは一転した不審の年になる。ヒートはプレーオフには出場したものの1回戦で敗れてしまう。 2007から2008シーズンも主力選手は故障が多くヒートの成績はプレーオフにも出られない状態に低迷する。シーズン途中で確執があったシャキール・オニールをフェニックス・サンズに放出し代わりにショーン・マリオンらを獲得したがドーエイン・ウェイドが故障で出場試合が激減し成績は改善されなかった。その際オニールからもうこれでクリス・クイニア リッキー・デービスのような選手と一緒にプレーしなくて済むと皮肉られた。シーズン後、ライリーはヘッドコーチの職を再度退くと発表した。2008年にバスケットボール殿堂入りを果たした。ロサンゼルス・レイカーズ、ニューヨーク・ニックス、マイアミ・ヒートの3チームを競合に育て上げたことで、ライリーは NBA 史上に残る名称の地位を確かなものにしている。1996年に NBA 創設50周年を記念する行事で、ライリーはリーグ史上優秀な監督10名の一人に選ばれている。2003年に監督を退いた時点では、通算成績111勝569敗で、勝率66.1%。NBA 史上、ライリーの勝ち数を上回る監督は、伝道入りを果たしているレニー・ウィルケンズのみである。 ライリーは監督として1434試合目で戦勝を達成しており、これは NBA のみならず北米4大プロスポーツリーグで最速である。1982年からライリーが監督としてチームを指揮して以降2001年まで19年連続でプレーオフ進出を果たしている。これは連続記録としてはリーグ史上最高で累計回数としてもレッドアワーバックに 並び史上最多である。ライリーは選手に厳しい練習を行わせることで有名である。レイカーズ時代にライリーの指導を受けたマジック・ジョンソンはライリーは選手の才能の最後の一滴まで絞り出す能力があると評している。3時間にも及ぶハードな練習に真剣に取り組む者もいればバイロン・スコットのようにライリーに反感を持つ者もいた。またチャールズ・オークリー、アンソニー・メイソン、 ティム・ハードウェイ、シャキーロ・オニールのように、ライリーのチームから離れた後で、ライリーを批判する選手もいた。ライリーは様々な方法で選手を鼓舞しようとした。スピーチがうまく、試合前に様々なエピソードを選手に聞かせることがしばしばあった。自らビデオを編集して選手に見せることも多く、いい試合の後は、いいプレイの総集編を、悪い試合の後には、 悪いプレーばかりをつなぎ合わせて選手に見せた。夏のオフの時期には選手たちに翌シーズンへの期待を込めた手紙を送った。ライリーはチームを妨害するあらゆるものを周辺の敵と表現し極端な敵意を見せることがあった。ライバルチーム関係者や曖昧な根拠でレイカーズを批判するマスコミのみならず、時には自チーム選手と親しい人々までを敵と考えることも あった。緊張感が高まるプレーオフの時期には、ライリーは選手たちが妻や恋人と接触することを禁じ、これは選手たちに不評なことが多かった。戦術としてはディフェンスを非常に重視し、防御から攻撃に移ることが多い。ニックスやヒートの時代もこれは徹底されていた。相手にパワフルな肉弾戦を挑み、その結果相手と乱闘にまでなることも何度かあり、止めようとして、 選手ともみ合った、ライリーのスーツのズボンが破けてしまったこともある。レイカーズ時代も実は、ディフェンスは、非常に重視されており、時間をかけて練習し、失点も少なかったのだが、当時は、レイカーズは、速攻主体のショータイムオフェンスしかできないチームだと、周囲から言われ続けていた。しかし、そもそもディフェンスが硬くないと相手のボールを奪えず、速攻は出せないと、 マジック・ジョンソンは、実著で語っている。そのあたりの考え方は、ライリーとマジックは、気があったような、レギュラーシーズンプレイオフ。ありがとうございます。